こんばんは。元気にしてますか？髪の間。髪伸びたかな？早くない？早くない？あ、もう伸びた？結構さ、気軽に髪切っていいってことだね。気のせいかな。確かにストレートやったら意外とそうだね。肩にはつかないけど、より1センチぐらい短い。ふん、髪伸びるのね、早いね。そう、インスタ更新しました。いい感じ。そう、うん、カレンダーも2本ありますよ。全部サーヤンにするのもいいと思いますよ。今日はお休みでした。それ以外の選択肢はないですね。何してた？メールに書いた。
愛かった。何か食べた？メールに書いた。でしょ。配信では秘密にする。全然秘密にすることじゃないけど。そう、明日は月末。明日は月末です。でもそう、今日もう送ったから、あのメールは。あ、ダメですね。ダメですね。そういうのダメですね。明日ですね。オフショットね。そう、オフショットね、いっぱいあるんですよ。いっぱいあって、メールで送ってほしいものなんですかね。まあオフショットだもんね。そりゃそうか。そうですね、とりあえず明日で一旦メールでは終わりにして、また考えます。やっぱり月末がスペシャル感があるので、そうだよ。ああ確かに、フトヤンに載せますね。あ、12月も載せますよ。気まぐれで。気まぐれで。そう、みんなが油断しているときに送るわ。
そうだよ、気まぐれの極み。でしょ、油断してた。確かに一瞬ね、メール止められるかなって一瞬思いました。一瞬思いました、これってメールバーなんかなって。ギリギリか。うん、そう、写真集だから。だってもしダメだったら、その多分そのマネージャーさんが全員いるところに、なんか停止されましたって送られるらしくて、そう、共有されるらしくて、それは絶対に嫌だと思う。それは絶対に嫌だから。そうだから、時々そう、私は結構闇メール送ったりとかしたら、闇すぎてちょっとダメな時あるんですよ。昔とか結構あって、それでなんか共有されてた。これはやばいみたいな。そうそうそう。でしょ。重すぎると、そう、重メールはちょっといい感じに軽くできるとこは軽くしとかんと送れん。これは OK なんかっていうのもある。逆にね、5時はね、いいんですよね。一回日付間違いでダメだった時あるんですよ。一回だけ。でもそれからはなんか送られてきてから、あれって間違えたって思う時あるけど、うん、日付は大事。でも一回だけよ。それから何回も間違えたことあるけど大丈夫だった。そう、結構私日付間違えるんだよね。間違えやすい。特に月が変わってからは間違えやすい。写真集評判がとてもいいって、ありがとうございます。購入の入り口はリンクとか、この配信のプロフィールとかリンクからね飛べるよ。このね、なんだっけ、そう、この
定コメント詳しく載せてますって書いてあります。あさってから12月。もう私今日月末の気分だった。もう明日から12月の気分。いい肉の日か。お肉食べてない。いい肉の日なのに。またぎ配信は分かんない。あれ、もうこのリップなくなってきちゃった。ついに買わなきゃ。うん、個人の推し、個人の推し、あ、タワシってことか。そういうことか、個人の推し。なるほど。確かに。髪切って大人びた。おお。人によって違うね。両方ある。確かにもっと短くしたらどんな感じなんだろう。確かにそうだよ。もうすぐもうすぐ誕生日。どっちもいい。もっと短くてもあり。うーん、大人と子供の共存。グロビアとストライクでした。おお、嬉しい。来年もね、いっぱいできたらいいね。短く、どうだろうな。
かな。なんか理由っていうか何か意味があれば着るかも。そんな理由が。そうそう。でもやっぱ意外と、そう、意外とあれですもんね、ロング派とボブ派と半分ぐらいですもんね、ここにいらっしゃる方。ここにいらっしゃる方。え、そう、私ずっとロングだったんですよ。ロングっていうか長めだったんですけど、意外と半々だったんですよ。めちゃくちゃ意外で。分かれてたね。そう。そうそう、秘密にしてたけど本当は短いのが好きって方も。半々くらいだったから。とりあえずは伸ばすかな。もう伸びてるけどね。確かにもう伸びてる気がするけど。そんな気もするよね。早いな。でこんなに伸びた、こんなに。え、でもまだ肩はついてないから、まだ気のせいかな。かわいい。肩に突き出してからちょっとなんかキープっていうかになりそう。うん、ボブの自分、見慣れた。見慣れたかな。だいぶ。だいぶかな。ね。首ね、確かにちょっと寒いかも。確かに。受付中だよ。来年だけど、うん。ではできないね、まだ。
うん、流装だね。三つ編みできないね。頑張ってしてもすぐ取れそう。でもそうだね、楽だね。うん、なんか楽。ツインテールはできないよ。試そうともしてないけど。試そうともせずにできないよって言ってる。いや、できない。あ、できるかも。いや、できない。もうちょっと伸びたらかな。ハーフツインよね、できるよ。え、できるかな。するまでに時間かかる。できるか。できないな。できませんでした。嘘。できてた。いや、ちょっと皆さんに恥ずかしい格好はできないので。生誕祭で絶対しない。しないよ。だって生誕祭はずっと映るもん。気になっていろいろ間違えるかも。今週はもっとしない。だって絶対えって思えるもん。見た人全員にいいって思われそう。
確かに。今日夜ご飯の時に外出したけど、こう日が落ちる時のあの紫色の空、なんて言うんだろう、グラデーションの感じいいですよね。夕焼けも好きなんだけど、その後の暗くなる直前の、なんかね、好きなんですよね。あれ？何か起きたか？通信が悪くなった。そう、いい感じだったな。ゲーム同好会、あ、ありがとう、見てくれて。いいんだよね。多層があれ、多層たれそぞかれどき、片割れ時、黄昏れ時、うん、どっちも2つあるん、名前の。
いいね。写真は撮ってない。そう、やっぱ好きだなって思った。全然前世のサヤンに会いたい。何してるんだろう。人間じゃないかもよ。でもなんかさ、人間は人間にしかならんっていう説もなんかあるよね。それかもはや生まれ変わりもない。もう自分は自分で終わり。魂がどうか分からんけど、人間何回目。生まれ変わったらなんかこれになりたいみたいな、よく言うもんね。やっぱり昔からたどるとやっぱり運命でしたみたいな。なんかつながる時もあるしね。生まれ変わり。でも生まれ変わったら、でも別に生まれ変わらなくていいかも。もう今世でもう。いい気がするけどな。わかんない。もし私がこの人生もし生まれ変わりがあるとして、でもし自分自我っていうか、こう少し記憶があって来世でまた人間になったら、なんかって思うかも。
そうそうそう。でもどうだろう。もう0歳から0歳からなんか、うん、人生は1回でいいな。そうだ。ですね。でもそう、この今生まれてよかった。よかったな。うん、とってもいい人生だと思う。24年、25年、もうすぐで生きてきて、今のところね、でも何があるか分からんからね。とりあえず今の私はすごくもう、うん、満足してるっていうか、そう、自分の好きなことできて、嬉しいですね。
人生を達観している。何週目かな私。確かにな。何週目なんだ。達観してるよね。でも子供の時もあるよ。子供っぽい時もあるよ。わかんない。子供には戻りたくない。叶え違いますよ。別に叶えピの入り口じゃないですよ。やばい。叶えピセンサー。やばい。でもその分今なんかこう皆さんに愛を受けてるので、そう、幸せとそうじゃないのがこうバランスで決まってるのであれば、それはそれで良かったなって思います。でも楽しい時もあったからね、別に子供の頃も。いい思い出も、うん、うん、あるよ。あるある。
振り返ってみれば楽しいことが抹消されてる抹消されてこう多数決で多数決多数決でやっぱ多い方がやっぱりこう目立つからうんそうなっちゃうけど多分振りいろいろ考えてみればきっとあると思うけど。うん、辛いことってやっぱの心に残りやすいからね。でも思い出はさ美しくされるとも言うよね。あの頃は楽しかったとかあの頃はもっと良かったとかあるんだけどね。色褪せないですよね。おお。今はすごくいいよね。アイドルっていいよね。アイドルってすごくいいと思う。やっぱこう夢があって夢を追いかけることって素敵なことっていうか、かっこいい。自分ごめんちょっと自分をちょっと今外して言ってしまってるけど。夢があってそれに向かって進んでいくのってやっぱ輝いてる。いいよね。私はそう
夢が尽きないですね。ずっと持ってて、終わりは見えないんですけど、夢が消えなくて、夢が尽きたら、なんだろうね、うん、アイドルとしての大事なものがなくなる気がするんだよね。私の原動力かもしれない。炎が消えてしまったら、もう走る意味がなくなるというか、それはずっとね、持っときたいんですよ。なので一つ夢は叶ったけど、全然なんだろう、気持ちは全然変わってない、最初の頃と。また変わろうって思う。また変わろうって思う。もう髪は分からん、予定にはない、切る予定は予定にはない。でもそうだね、思ったよりかは好評っていうか、うーんでしたね。結構不安でしたけどね。そう、こんなにこんなに、そう、大好評でした。やった、よかった。イエーイ。
よかった。タイミングもね。確かに。びっくりするよね。でもそうだね、取材があって結構その後すぐいろいろニュースにしてもらったんで、多少のこうネタバレ感はありましたけど、あれってなるよねって見るもんね、ニュース。私が報告するよりもやっぱりはるか先にニュースにしてもらって、びっくりするよね。よかった、びっくりしてほしかったんで。やったー、もうこれ以上びっくりさせることはないね。でもこれからあるかな、分からんね、もしかしたらもっとびっくり。させることがあるかな。そう、配信朝やったのは夜消えるから夜はせんかった。でも私黒髪気に入ってるもんね。髪切ってもらうときに髪染めるのも似合うと思いますよって言ってもらえたけど、ちょっと染めれないんですよって言って。どうだろうな、でも結構私黒染め何回もしてるんで、もうなんか染めれん気がする。何回も染めたら確かに色が入るかもしれないけどね。
確かに。金髪。する世界線が見えない そうですか。ピリピリするんかな。確かにね、なんかの、なんかでするかもしれんし、わからんね。頭皮がやばいん。私頭皮強いかな。なんかまた頭皮の話してる気がする なんかこの前も頭皮の話になって、なんか頭皮の話はちょっとなんかなんかみたいな。強そう。その印象も面白いけどね。まあ髪伸びるの早いから、髪伸びるの早いイコール頭皮強いだったら強いかも。だいぶ強そうよ。関係ないか。ああ、そうだ。どうしようかな。明日から七並べをするかどうか。どうしようかな。思ってますね。迷い中です。
迷い中。考え中。確かに、でも七並べはさ、しようと思っとるよ。12月になったら決めようかな。もう12月か。12月なの？今年終わっちゃう。そうなんだ。びっくりじゃない。でも来年も いいことが起きる気がする。勝手な予想です。
手な予想だけど。預言者、いい予感がする。強くなってる気がする。そんなような気がしますけどね。って思ってる。ね、なんかいいこと起きそうだよね。今日もいっぱい寝ます。明日ね、お休みなんですよ。そうです。うん、でしょう。ゆっくり寝ます。何回か起きると思うけど、今日もね、何回起きたかな。目が覚めて寝て、なんか不思議な夢をねまた見たんですよ。いい夢ではなかったけど、あんま良くなかった。どんな夢だったかな。ちょっと怖い感じ。ちょっと怖い。ちょっと後味悪い感じ。なんだって思って、起きた。ね、微妙に微妙です。ふふふ。寝る前に思い出しそう。目を閉じると会社の人がたくさん出てきて辛い。それ辛いね。辛いってか
辛い。いや、どうなんだろう。どうでしょうか。なんか怖いね。なんか怖いね。いや、私の想像では今怖かったい。私の想像ではなんかこう輪になってなんか輪になってるイメージ。怖くない？それはやだね。パッて思いついたのはよ。しかもちょっとなんか背景がグレーで背景がグレーでなんかちょっとコナン君のあの犯人のような感じのあの感じ。怖かった。そうそうそう。それが怖い。他に何かありますか？怖かった夢。人それぞれだからね。人それぞれですか？私はね、あのね、なんか急にね、どっかから落ちる夢を見るの。昨日か一昨日も片足だけガタってなんか落ちた。だけんちょっとモヤモヤした。そうそうそう、かわいいよ。最近泣いてない？夢の中で。私が最近泣いたのはあのドラマを見て泣きました。欲しい週買うか迷い中。買うしかないやん。え、そうです。下克上球児。また泣いた。また感動した。うん。どんだけ泣くねん。日曜日が待ち遠しいよ。思った。うん、いいと思うよ。私がね、そう、結構仲間とかそう、絆系にね弱いんですよ。TVer で、うん、見れると思うよ。あ、1話から3話までか、4話からないんだ。あら、
あら、あ、そう、ジャンプね、好きですね。うん、あらま、4567、今7かがね、やっぱりね、泣きますね多分。うん、あ、アスカ、アスカさんのやつ見なきゃ。スピンオフですか、見なきゃ。あ、そろそろ終わります。よいしょ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 。そう、気づいたらもうこんな時間です。めっちゃあったかい、このこのパジャマ。もこもこパジャマ。これは自分で買いました。あれ変わったか。これは GU です。買った。1位から D さん、スイヤンさん、コッペさん、マイセンさん、マッペーさん、犬ちゃん、みつるんさん、オーサムさん、タンタンさん、鳥取太郎さん、サトルンさん、台湾のコウさん、あおちゃん、ロックオンさん、フジポンさん、きちねさん、高蔵さん、ゆうきにゃんにゃんさん、さとけんさん、なんばのひさとさん、ストンコさん、ミッドナイトシュガーさん、にのまるさん、かたむつりさん、としきさん、猫のおかずさん、ケリーさん、くまきちくまおさん、みかんやさん、ぜいちゃん、かおりちゃん、メガバイトちゃん、ホタテ様、きむこさん、ありがとうございます。ありがとうございました。この後はドラマ見て寝ます。寝る前にドラマ見て。夜更かし頑張れる。夜更かし。
いいよね。でも明日はね、家から出ません。ゴロゴロしときます。ポテチは、ポテチ今日のお昼に食べちゃったんですよ。お昼ご飯にしちゃったから。お昼ご飯にした。だからな、しかもちょっとなんか辛いポテチ、辛ポテチ。だからな、しかもアイスも食べたからな。もう夜食に食べるものがないんですよ。どうしようかな。なぜかもう食べるのが義務みたいになってますけど。お腹は空いてない。普通にお茶でいいか。普通にお茶にしよう。じゃあねー、バイバーイ。